空中庭園は、角田光代による日本の連作短編小説。2002年11月28日に、文芸春秋より刊行された。家族5人と、家庭教師の6人それぞれの異なる視点から一つの、家族を描いた短編6編からなる連作家族小説。第3回婦人公論文芸賞受賞作。2005年に映画化された。母親は、 この家に隠し事はないと常々言っている。しかし、彼女自身が隠し事を持っていた。それどころか、夫婦の慣れそめ自体に、彼女のたらみがあった。しかし、彼女は隠し事がない理想の家庭を築きたいと願っていたのだ。それは、なぜなのか。性格にややチャランポランなところがあり、証拠にもなく浮気をしている父親は、数年前から妻に、 成功渉を拒否されている一方で、外に作った女に無邪気に甘えている。そんな男を愛人は冷ややかに見ている。結婚なんてまっぴらごめんだ。しかし、なぜか女は男の家を覗いてみたくなる。そして弟の家庭教師になって、その家に入り込む。登場人物それぞれが家族について自分の存在の根本部分について、 はっきりとは、意識しかねるけれど、不安を感じている。彼らが愛し、憎み、無関心ではいられない家族とは何だろう。空中庭園のごとき、不安で、だけれども、清潔で、美しい佇まいの家族の肖像を描く。2003年、第3回婦人公論文芸賞を受賞。第二十八回が起三十五賞候補となり、選考会で最も多くの票を集めたが、 賛成派と反対派が互いに譲らず、先行は、膠着状態に陥り、受賞作なしという結果に終わった。累計発行部数は2012年11月時点で34万部。2005年、豊田俊明監督により、映画化。主演は、風花以来4年ぶりの主演映画復帰となる、小泉京子。劇場公開を控えた2005年8月の、 豊田監督の逮捕に伴い公開が危ぶまれたが、上映を望む声が多数寄せられたことから、賛否両論がある中で公式サイトや各種媒体にて、謝罪の言葉を告知した上で、公開規模を縮小して、劇場公開に至った。川口のりひろ、直木賞物語はジリコ、2014年、420から424ページ。 ISBN 978から4から862382061空中庭園角田光代著家族の絆の形を問う読売オンライン http www. 読売 c o j p ブックロングズラー2 0 1 2 1 0 3 1ト8 t 0 1 0 3 7 h t m 2 0 1 3年10月23日閲覧 空中庭園文春文庫書籍情報文芸春秋文芸春秋2013年10月23日閲覧フリックスムービーサイト空中庭園小泉京子単独インタビューシネマトゥゲー2013年10月23日閲覧賛否両論小泉京子の新作映画監督は逮捕だが公開シネマトゥゲー https://www.cinematoday.jp スラッシュニューススラッシュ n00070082019 年2月17日閲覧空中庭園に関するカテゴリーありがとうございます